シャンド・マルス・トゥール・エッフェル駅、球場シャンド・マルス駅は、フランス・パリの中国にある、フランス国鉄のラーシー線の駅である。駅名はシャンド・マルス公園とエッフェル島に由来する。シャンド・マルス広場は何度も、国際博覧会の会場となっており、シャンド・マルス駅は1867年、1878年、1889年、1900年、 1937年の5度に、渡って万博の観客輸送に活用された。ホームセーヌ川に沿う形で、相対式ホーム2面2線とその間に留置線1線がある。線路はセーヌ川の河原とほぼ同じ高さにあるが、上を歩道に覆われており、地下駅のような構造になっている。セーヌ川に面した側面は、開口部である。メトロ6号線。 ビーラケム駅との乗り換え駅である。1867年の万博に合わせて、プティトサンチュールからシャンド・マルスまでセーヌ川に沿う線路と、シャンド・マルス駅が開業した。この時の駅は、現在のラーの駅より、南東側にあり、シュフラン大通りに接して、万博会場に向かい合う位置に駅舎が設けられた。万博終了後は、駅、路線とも一旦廃止された。 1878年の万博のため駅は再開業した。この時の駅は旅客用の東端式ホームにメム4線と留置線数線からなっており、ホームの東端側にジュストリッシュの設計による駅舎が建てられた。駅舎の正面は赤レンガとガラス張りであり、屋根は金属製だった。また、中央の建物の多両側にパゴタと呼ばれるコンコース用の建物があり、 その屋根は、プラットホーム上まで続いていた。また、駅舎のシュフラン大通りに面する側には、食堂が設けられていた。駅は、万博終了後も営業を続け、1889年の万博でも、観客の輸送に用いられた。この時に、クールブボアからセーヌ川左岸沿いに石入れ無理ーを経由してシャンドマルスに至る路線が開業した。1894年には、 踏切の解消のため線路は休止され、駅も一旦閉鎖された。駅舎は1897年に、パリ北西郊外のボアコロンブに移築された。1900年のシャンドマルス駅1900年4月12日、アンバリット駅からレイコールムリノーに至る路線が開業し、シャンドマルスはその中間駅となった。また同時にシャンドマルスからルエレバ市を経由し、トロカデロ駅で、 オートイユ線に接続する路線も開業した。シャンドマルス駅には、セーヌ川に沿って、アンバリッド方面へ向かう線路上に、相対式ホーム2面2線が設けられたほか、以前の駅を拡張した敷地に、東端式ホーム10面20線が設けられた。東端式ホームは、以下のように使い分けられ、多くの万博来場者を受け入れた。万博終了後は、 東端式ホーム部分の旅客営業は廃止され、アンバリッド方面に直通する2面2線のみが旅客用に用いられた。またルーエレ橋経由の連絡線も廃止された。東端式ホームの跡地は貨物駅に転用され、主に石炭の輸送に用いられた。しかし都心部の、しかも観光客の多く集まる地区に、このような駅を置くことは不評であり。 1937年の万博を控えて貨物駅はボージラールに移転した。その後貨物駅跡地は1971年までアンバリッドベルサイユ線の電車の車両基地として用いられた。その跡地は現在ではエミール・アントワーヌ陸上競技場や国際鉄道連合本部になっている。1979年にアンバリット駅とウルセ駅を結ぶ。 連絡船が開業し、シャンド・マルストゥール・エッフェル駅は、ラー・シーセンの駅となった。また1988年には、廃止されていたルーエレ橋経由の路線が復活し、駅は、シーセンのベルサイユ方面とポントアーズ方面の分系駅となった。エッフェル島から見たビラケム橋、ルエル京都白鳥の象形。ラーの駅は、画面下の歩道の下にある。 エッフェル塔とシャンドマルス公園は駅のすぐ東に位置する。またイエナ橋を挟んでセーヌ川の対岸にはシャイーグーが位置する。南には京都広場に面してパリ日本文化会館があり、その先にはメトロ6号線のビラケム駅とビラケム橋がある。ビラケム橋の中ほどからは白鳥の象形に降りることができる。ありがとうございます。